どうもこんにちは、さまるです。今回はいろいろなテトリス風なゲームをやっていこうかなと思っております。それではよろしくお願いします。はい、それではまずこちらのナイトメアテトリスというゲームをやっていこうと思います。プレイ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。まずさ、そこが平らじゃないんだけど。すんげえ出落ちやん。待って、しかもこのヌルヌル動くブロックね、これどうやって揃えろって言うの？さ、せっかくの棒が何も意味をなさない。でも一列ぐらいいけるんじゃないの？頑張ってはめていけば。はまりそうじゃん？ねえ、そんな動かないでよ。はまった後に動かないでよ。はまったらもうじっとしててよ。でも一列ぐらい揃えたい、マジで。こいつが意味ないんだわ。何しに来た？ ここにはめて、こいつはこ、前のブロックいじってる間に怒ってくるんだけど。 マジでやめてほしい、これ。無理じゃん、こんなの。はい、無理です。続いてはこちらのフル HD テトリスというゲームをやっていこうと思います。スタート。ちょっと待って。状況が読み込めてないんだけど、このサイズ感、 このサイズ感でそのままテトリスするっていうことで合ってんのかな？そういうこと？そういうこと？マジで？待って、このサイズのブロックで、この広さのステージで、テトリスする ってことで合ってんのかな？これ、めちゃくちゃ時間かかんじゃん。これ普通に何時間もかかんない。ちょっと掃除が難しい。どうしよう。とりあえず1列揃えてみたいと思うんで、横に並べていきたいんですけど、多分ものすごく時間かかると思うので、早送りにしたいと思います。ここにはめて、これで、そろそろ終わるんじゃない？これでラストですね。じゃあ、はめてみましょう。消しますよ、一列。いいですか？皆さん。いきますよ。いや、投げよ。最後はこちらのアプリ、上原パズルの方をやっていこうと思います。普通のテトリスっぽいけど、ここに来てやっと普通にゲームができる。ここにはめて、1列揃えて。いや、いいね。ちゃんと消えてくれるっていうのはいいね。ここに綺麗にはめて、そこが丸くもないし、果てしなく広いステージでもないし、やっぱ普通が一番だね。どこに入れようかな。この辺とかどうですか。で、これ多分40ライン消したらクリアかな。簡単、こんなの。待て、これ一マス分いいのかな、これ置いちゃって。
ツッコミが追いつかない、ツッコミが追いつかない。待って、こいつ入れました。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、大連続ボケ祭りやめてほしいんだけど全然追いつかないんだけど、待って待って待って、追いついてない追いついてない、ちょっと待って、一回落ち着こう一回落ち着こう。さっきの上っていう丸いのを消したら、右の方になんか上ってのが出てきて、なんかボタンが1個増えたんだけど、これ押してみていいかな。あーなるほどなるほど、上型に消えるってことね。なるほどねなるほどね、なんか必殺技的なやつか。でなんか長い棒が来ると思ったら1マス分のちっちゃいのしか来ないっていう、なんかフェイントもあったよね。そして極め付きはあの上よ、上上原デトリス、上原パズルの上原って、あれが怒ってくるから上原ってことだね。ってことはつまりそのうち腹が怒ってくると。透明じゃん透明じゃん透明じゃん、これいいのカウントして。でまた上怒ってくるじゃん、また上怒ってくるじゃん。でもきっと腹もあるってことだよね、これ。腹見るまでやめれねえぞ。どこ埋まってんのか分かんないよ。あ、消えた。え、これなんかもったいないことしてる。あ、そうでもないか、これで消えちゃってここ入れちゃえばいいんだもんね。いいんじゃない、割と順調なんじゃない。上を2個しのいだにしては順調な盤面なんじゃないでしょうか。お、来た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 、ついに腹が来た。あ、こんなん無理くない？いや、無理。いや、クリアする気ないでしょ。